皆さん、こんにちは。新妻です。今回も新型コロナウイルス感染を理解するための生物学の基礎の基礎、専門用語を使わずに解説していきます。今回のテーマは、ウイルスはどうやって細胞に潜入するのです。前回の動画では、ウイルスとはどんなものかについて勉強しました。ウイルスには大増殖したいという大きな夢がありますが、 体が小さく自分のコピーを作るための工場がないので自分で増えることができません。夢を叶えるためにウイルスが取る作戦は細胞の中に潜入して大増殖することでした。それではウイルスはどうやって細胞に入るのでしょうかその背景にはウイルスの緻密な作戦があるんです。細胞の外側は 膜に覆われているので、ウイルスが思いっきりぶつかっても、跳ね返されて中に入れません。そこでウイルスは作戦を立てるため、細胞を知ることから始めます。ウイルスが着目するのは、細胞同士の連絡手段です。例えば、オレンジの細胞がピンクの細胞にメッセージを送りたいとしましょう。わかりやすく考えるために、我が家の状況を考えます。 ニーズマ家には上海出身の奥さんルーシーとマルチーズのハクがいます。僕がどうしても上海料理が食べたいなと思った時にルーシーにお願いします。分かったと反応が来れば情報伝達は完了です。でももし僕がハクに料理を作ってと言っても情報伝達はうまくいきません。正しい相手に正しい情報を伝えることが大切です。話を細胞に戻します。 細胞は正しい相手に情報を伝えるためにこんなものを作ります。拡大すると鍵ですね。この鍵たちは自分の鍵が差し込める鍵穴を探します。次にこの鍵と相手細胞の様子を拡大してみてみます。細胞の表面には様々な種類の 鍵穴付きのセンサーが備え付けられています。鍵が自分の鍵穴を見つけ刺さると、センサーは細胞の中に信号を送ります。これが細胞の情報伝達です。こういったセンサーの中には、信号を送った後に、こんな風に、細胞の中に吸い込まれて吸収される種類があります。 この様子を見たウイルスは、ほうほうと明暗を思いつきます。そうだ、このセンサーを利用しよう。作戦実行のため、ウイルスは自分の持つトゲトゲに改良を加え、鍵を作ってしまうんです。もう予想つきますよね。ウイルスは自分の鍵を利用してセンサーを刺激し、 見事、細胞の中に吸い込まれることで潜入に成功するんです。今回のまとめは、ウイルスは細胞の情報伝達システム、鍵穴付きセンサーを利用して潜入するです。次の疑問は、潜入に成功したウイルスがどのように増えるか、次回の動画で解説します。この動画を気に入っていただけた方は、ぜひ、グッドボタンを、続きが気になる方は、チャンネル登録をよろしくお願いします。 またお会いしましょう。